こんにちは、神田です。今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、安くやる作る方法っていうのか、どうでしょうかねっていうことで聞かれるんですけども、どんな方法があるでしょうっていうことなんですけども、やっぱりね、これは、作る枚数によってですね、変わってきます。枚数によって変わってきます。で、よくね、ノベリティとかいう形でたくさんこう配布するようなものですね、最低でも500枚、多ければ5000枚、1万枚、何万枚という話もいただくことがありますけども、そういった場合ですね、それに対して作る方法なんですけども、大体ですね、3000枚とか5000枚以上になってくると、マシンプリントっていう、ロールっていう風な型なんです。こんなね、筒の大きい、銅板の型なんですけども、この型をですね、使ってこの、生地をこう引っ張りながら、この銅板をぐるぐる回してプリントしていく方法ですね。で、これでやると、言えば工業製品みたいな形ですよね。人が一人いてて、あと送る人間と受け取る人間、見てるだけでいいんですけども、そういった人が二人ついててやるだけで、ボタンを押したらずっと同じようにできてくるということなんで、こういった場合の方は、1枚あたりの単価は非常に安くできますね。で、やっぱりただ、そういった形で機械にセットして、ね、でそれで引っ張るとかいう形になってくるんで、大掛かりになってきますので、初めのその作るまでの工程っていうのが時間かかっちゃうんですね。なので、最低でもやっぱり3000枚ぐらいは必要になってくるんですね。3000枚以上になってきて、5000枚1万枚になってくると、このマシンプリントでするメリットも出てきます。当然ですね、その銅板で彫る型ですので、その型代もですね、そんな1万円そこでできるもんじゃないんですね。やっぱり数万円かかってきます。下手したら10万円近くかかってくるっていうのも出てきますので、そういったことも加味するとですね、やっぱり3000枚とか5000枚ぐらいは必要になってくるっていうところなんですね。あとは、一般的な顔料プリントがまた一番安くできる方法ですので、このあたりですね、よくその枚数と作るね、作る枚数ロットって言いますけども、それとですね、そのデザインそれと兼ね合わせてですね、相談いただきたいんですね。そうしますと一番に方法をご提示させていただきます。はい、お待ちしております。